燃料を輸送するバラヒアのヘリ部隊を発見した。目標は現在ダーダネルス海峡へ接近している。核燃料はロンドン攻撃の合間を縫い、余剰兵器の解体工場から持ち出された高濃度の兵器用プルトニウムだと考えられる。おそらくバラヒアの核ミサイルサイドへ運び込み、より現実的な核の影響力を行使する気らしい。だがそれだけは阻止しなければならない。アンタレス隊、今回の作戦で我々が行うのは攻撃ではなく敵輸送ヘリ部隊の足止め、つまり時間稼ぎだ。現在友軍が包囲網を構築しつつある。しかしまだ時間が必要だ。輸送ヘリを足止めし奴らを囲い込め。いいか、くれぐれも核を乗せた輸送ヘリだけは攻撃するな。流れ弾の一つですら認められん。アンタレス隊、出撃。今回の作戦は非常に重要だ。何としてもこれ以上の核燃料が奴らの手に渡るのを避けなければならない。だが核燃料を輸送しているヘリだけは攻撃するなよ。アンタレス、友軍が先回りして網を張ってくれている。我々の任務は時間稼ぎだ。
向かいを許してしまったか。あんたです。状況は変わらない。あの輸送船を足止めして時間を稼ぐんだ。ただし輸送船は攻撃する。どうすれば。見ろよ、ああいうピースのやつは攻撃できないぞ。今、敵艦を破壊しろ。
に近づいた時タイミングを合わせて敵艦を破壊するんだ。まもなく友軍の配備が完了する。もう一踏ん張りだ。今だ、敵艦を破壊しよう。
ダーダネルス海峡の敵艦船の破壊および核燃料の回収に成功した。これで敵の手にさらなる核が渡るのを阻止できた。いよいよ次は敵の核ミサイルサイドへ進行する。我々は何としてもバラヒアのドミトレスクの狂気をこの手で止めなければならない。